今日、えっとですね私は中学歴史教科書を書きまして、えー、教科書検定に提出し、まあ、最初、不合格となり2回目も不合格となり3回目も不合格となり今年, 4, 年目ですよ4回目ですね提出していて、えー、今年の春からずっとですね現在まで教科書検定がありました。そしてちょうどですね え先週、はいえー、金曜日、えー、あの満を持して文部科学省に行ってまいりました。えっと、この検定結果はあのー、これね、言っちゃいけないことになってるわけですね。ですから、まあ、私の顔で判断してくださいというふうにお願いしているわけですけどもで、いつになったら結果を公表できるかと言いますと、来年の3月末です。はい ですから、まあ、あとまだ4か月ほどありますけれども、来年の3月末になると、えー、検定の結果を公表できます、で、不合格だった場合、来年、もう一回出し直します、通るまで出し続けますからね、うん、<laughs> 来年、もう一回出し直す、まあ。というわけで、ではちょっとですね。 今回どうだったかをですね、ちょっと皆様にあの顔,顔で,ですねお伝えしようと思います。まあ、ただ、私、これあの、あのーまあ、ポーカーフェイスですからね、はいえー、私はポーカーフェイス得意ですからね、決して誰もわからないと思うんですけども、はいえー、それでは <laughs>、今回の教科書検定の結果は、こうでした。 なんや。<laughs> ああ。ね、分かんなかったでしょ <laughs> もう誰も分かんなかったと思いますよ。はい。 もうトーカーフェースのたけちゃんと呼ばれてましたからね、まあ、もう誰も分かんないと思いますけどねはい <laughs> アンケってアンケの意味があると <laughs> 分かった分かった分かんないえー、あ根拠ある顔してたあそうですか満面の意味だった本当かな <laughs>、えーまあ、とにかくですねあの,あのちょっと待ってくださいね まあこれ、昨年ね、えー、もう一回やってって言って、もう一回, <laughs> <laughs> 回やってどうすんの、えー、去年のバージョン、令和,年令和2年度か、令和二年度はこれ、不合格だったので、まあ、あの3回目ですよ、3回目の不合格出しました、でどこがダメだったのか、全部赤が、文科省からの指摘は赤が入りましたね、608 60箇所です。 ええで、端末には文科省とのやり取りもですね、えーまあ、文字起こししたものを、文字起こしというか、そのやり取りを、えー、収録してますけども、えー、これですねこの、毎年これ出してますから、これ、3年目なんですよね、で完全網羅の最終版というふうに銘打ちましたから、もう最終版って打っちゃったってことはですね、もう次、名前がないんですよ。 はい、ですからもう、今回でもなんとか合格させるんだという、そういう意気込みでですね、まあ、最終盤ということでございました。で、あの、毎年ね、今回は通るぞ、今回通るぞって言い続けてきたんですけれども、通、えー、る根拠はなかったんですよ。あの、気合でね、通すぞという意味合いで、通るって言ってたわけですけれども、えー、根拠はなかったわけですね。ところが今回、今年令和3年度の検定では、根拠があると。 通る根拠があるということを前々から言ってましたよね。なぜならば、今回、えー、前回ね、前回これ608箇所指摘が入ったわけですから、これを直せば通るわけですよね。はい。えー、なので、これを直して今年提出してますから、それは通るでしょうと <laughs> いうことですね。まあ、ただ、ちょっと章によってバランスが悪いとか、 いう指摘もあったので、だいぶ書き足したんですね。はい。だいぶ書き足したので、書き足したところは、そう、相当筆がですね <laughs> あ、なんか乗り、乗っちゃってるって言いますかね、えー、これ絶対検定意見来るだろうなと思いながらですね <laughs>、でも念のため書いたりしたところ結構ありましたからね。 ええ、ですので、そこがもう検定意見で、パスパーぱッと入ってくるだろうなという気がするわけです、はい、ただね、えー、この608箇所は、まあ、多分ね、100箇所ぐらいまでは減ってるという見立てでした、もともとね、はい、だから100箇所ぐらいはもうひと踏ん張り、例えばこの言葉を残したいから、ちょっと説明をく加えて残せるかなみたいなチャレンジをしてるのが、大体100から150ぐらいあったかな。でそれ以外は あの、基本的に全部もう直してますから。だから、このまま直してるのを通せ、出せば、まあ、100箇所から150箇所ぐらいが、えー、検定意見になるかなという感じですよね。まあ、あとは、え、書き足した部分、今回100ページぐらい書き足したんじゃないかな。かなりページ増やしましたからね、また。えー、そこで筆が走った分、ここでまた、だーッと検定意見が作る可能性があるということですね。はい。えー、というわけで、えー、先ほどね、 えー、報告をですねさせていただきましたので皆さん感じていただけたのではないかなというふうに思います <laughs> でまあ私もういつも言ってるんですけどもあの映画で笑いの大学ってありましたでしょ、えー、見た方結構いらっしゃると思いますけども、えー、演劇のまあ戦時中ですよ、えー、演劇の脚本 を提出すするわけですね。そうすると内務省がそれを検閲して合格とか不合格ってやるわけですよあ三谷幸喜さんのねそうそうあれ私結構好きでね何度も見ましたけどもそうそう猿股式系ねそうそうそうそれ <laughs> でこう検閲官にもうバンバンダメ出しされるんですけどもダメ出ししてまた書き直して出すダメ出しされてまた書き直して出すそれをやればやるほど いい脚本になっていくんですね。えー、えー、より面白い、えー、脚本になっていって、あのー、笑いもどんどん増えていくわけですよね。えー、それで素晴らしい脚本に、えー、なる。まあ、そっから先はですね、<laughs> ま、ちょっと大丼恋愛しもあるんですけれども、えー、そんな感じで、やっぱね、この <laughs>、1冊目、2冊目、3冊目、4冊目と比較すると、ページ数がどんどんどん増えていってるんですよ。 これ何ページかそうだって今回なんて、まあ、あまり具体的に言っちゃいけないんですけどもあまりにもページが太すぎてこれ、中学生が、ね、持ち運びするのにちょっとこれ重たくてかわいそうだなってことになってわざわざですね高い金払って、ね、薄い紙使って <laughs> ちょっとですね無理やり薄くしたぐらいなんですから。えー、文字は減らさなかった 文字は増やしたんですよ文字増やして100ページぐらい増やしてそれを紙の厚みをギュ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 ッとですね、えーえー、まあ圧縮したという感じなんですね、えー、ですからもう最初の一冊から比べたらそれはそれはどんどん分量が増えていって、えー、エピソードもいっぱい増えていって例えばねその まあこれまでのことですけどもこれは偏ってるとかって言われると分かったって言ってですねバランス取ろうと思って書くじゃないですか余計説得力のある文章になるんですよねええだから最初はね言いたいことばっかり書いてるんですけどもえ特定のね話題だけ取り上げてバランスを書いてるとか言われるとよっしゃーこれなんとか通してやろうと思ってですねそれを残すためによりねえ反対側の意見も書いてそれでもやっぱりこっちだなみたいなね <laughs> より説得力の高い。 あのコラムに仕上がったりすするんですよねあと、それから、ね、図表が少ないからと言われて一生懸命図表を入れたりとかですねねね、えー、まあ,あの、ね、これ、ね、不合格版が売れましたから皆様結構買ってくださった方多いと思うんですけどもこれ、売れた収益金でもっていろいろとまた、ね、あの地図作ったり、えー、写真いっぱい入れたりとかしてですね相当、相当充実したものになりましたね。はいですからあのの、えー、文科省の 教科書検定官っていうのは別に私からしたらあの敵ではなくて「はい、<laughs> 間具合はダメとか言われましたけどね <laughs>、えーえー、ましてや保険,では保険の授業でもありませんと言われてですね間具合は消させられましたけども <laughs> あの <laughs> まあねあのなんかねそんな思想でもっていじめられてる感じはないですね。学習指導要領という,もう,がもう教科書の 教科書のの作り手にとっての憲法みたいなものがあるんですよもうこの枠の中に収めて書いてくださいっていうね、えー、これは書きなさいこれは書いちゃダメみたいなのがいっぱいあるわけなんですけどもえーえー、まあそれに,もに照らし合わせて合致してるかだ合致していないかということをですね、えー、すごくあの綿密に見ているんだということですよねはい、まあ、よまあ4年目ですからね4年やってますからねまあ今年か 今年もか毎回ちょっと教科書の作り方がどんどん分かってきましたし、えー、言われれば言われるほどいい教科書ができてたと思うんですねですから1回目検定出してあれで合格だったら多分ねつまんない教科書だったと思うんですよね、えー、4回目で、まあ、このこれ3回目ですけども4回目出しました、まあ、これが通るか万一、まあ、通らなくても5回目で通すということになると思いますけども、えー <coughs> まあね、えー、より良いものに育ってきてるなという感じがいたしますはいなのでまあちょっと一応ねもう早々と最終盤と打ってしまいましたからもう最終盤と打った以上次もうないですからね最終盤の次とかないですからねまあもしつけるんだったらそして伝説へとか <laughs> そういうレベルになりますからねええー、なので <coughs> はい えー、まあちょっとまだこれお読みでない方はぜひぜひね読んでいただきたいと思うんですよ私と文部科学省とのです、ねえー、4年にわたるうこのやり取りの奇跡ですね、えー、それをですねぜひ楽しみながらご覧いただければと思っております。いいいやこれはですねいい いや、いい教科書になってますよ。本当に。あの、自分で言うのも本当に手前見せで申し訳ないんですけども、こんな素晴らしい歴史教科書ないですよ。マジで、本当に。はい。えー、で、いや、これね、あの、ちょっと私の目論見みとしては、あの、中学の歴史教科書の中で一番レベルが高いんですね。えー。てかもう、このまま高校の日本史の教科書っていうタイトルで、あの、検定出しても、 通るレレベベルルですから多分高校レベル、まあ、ちょっとですね、扱っていない項目とかいくつかあるので、だから、1、2%、1%過失するだけで通っちゃいます、高校のレベルとしてはね。まあ、ただ,だから、ね、高校の歴史教科書も作りたいんですよ。 えー、でもね、ちょっと中学の歴史教科書がレベルが高すぎるので、高校の歴史教科書も、もう東大受験これ読めば OK レベルをですね、もう作っちゃおうかなというね。えー、高校のレベル、教科書の中でも、もっとレベルの高いというですね。あ、高校版は真オッ OK かもしれないですね。<laughs> 消させられたところをね、ちょっと復活をね、えー、マグアイええー。 <coughs> 私の出っ張ったものを私のあ,あなたのへ、へこんだところへ、みたいなね <laughs>、それオールカットを命令されましたけれども、えー、まぐわい、ぼかしで入れたらいいんじゃないかとか <laughs>、言ってますけど、まあまあ、ちょっとね、高校もやっていきたいなと。これね、高校はね、日本史と世界史がありますからね、世界史もやりたいんですよ。だって今一般の世界史って、 西洋で教えてる世界史そのまんまですからねやっぱね日本人には日本人が学ぶべき世界史ありますからね、えー、<laughs> それはちょっとね書いていかなきゃいけないなと思っておりますがはい。